南鳥羽元浦のパールロード入り口にある浦村、自然豊かな港町に向かって車を走らせる。音楽と海風が心地よい。本当にいいお天気ね。鳥羽の海も遠くの景色もよく見えるし。ああ、最高のドライブ日和だね。どう？このまま長距離ドライブ楽しんじゃう？何言ってるんですか。今日は浦村カキの取材ですよ。冗談だよ冗談。しっかり取材してカキ食べ放題の PR ページ作らないとね。昔から歌に詠まれた浦村は多くのカキ養殖場と食べ放題のお店が並んでいることからオイスターロードと呼ばれ、観光客にも人気がある。どれどれ。自分でカキを焼くお店もあれば、お店の人が焼いてくれるお店もあるのね。そう、時間も制限があるところとないところと、いろいろだよ。お店ごとに特徴があるからね。じゃあしっかりお店の特徴をつかんで伝えなきゃ。うん、焼き方も教えてくれるよ。焼くだけじゃなくて蒸して食べられるお店もあるし。あー、見て見て、綺麗。海、あれってカキイカだよね。ちょっとハノンちゃん、人の話聞いてる？浦村はリアス式海岸で有名な志摩半島の東にある。穏やかな入り江に浮かぶカキイカだが波に揺られている。そろそろ予約したお店に着くよ。じゃあまずこのお店から制覇しますか。うん、ここはカキフライやカキ飯、サイドメニューも充実してるよ。はい、到着。うわぁ、嬉しい。あくまでも仕事だからね。おい、カメラカメラ。あ、いらっしゃいませ、どうぞ。この季節のオイスターロードは新鮮な牡蠣と最高のロケーションを味わえます。鳥羽で恋するような素敵な旅を。ラジオドラマ恋する鳥羽旅、出演は白鳥ハノン、山本陽平でした。